お、これで揃ったようじゃな。揃ったってトランクスは？別の任務に出とる途中じゃなかったか？帰りを待つよりは先に進めてしまった方がいいじゃろう。そうね。よし、それじゃあ早速説明す。実はね、この混沌都にまた時の裂け目が発生しちゃったみたいなの。何キョロキョロしてるの？ちゃんと聞いてよね。それで今回の裂け目だけど、犯人はやっぱり。今日は冴えてるわね。その通りよ。まあ他にやりそうな人もいないかしらね。それであなたにはフューが作った時の裂け目の調査をしてもらいたいの。時の裂け目っちゅうことは実際の歴史とは無関係か。なら他の歴史の戦士にも手伝ってもらうか。ダメよ、歴史への影響はなくても改変を大きくしたらヒューに余計なエネルギーを与えちゃうじゃない。ただでさえ何をしでかすかわからないんだから。ということで今回は一旦あなた一人で頑張ってみてちょうだい。トランクスも任務が終わり次第助っ人に回すからよろしくね。破壊しきれんほどの技を食らわせてやる。どんな技も通しはせん。さて、どっちにしようかな。よし、君に決めた。最近コントントで面白い実験ができてね。食べさせてもらうよ。してるね。ズルは良くないね。消しちゃおっか。貴様に何ができる。お待ちくだされ帝王様。あれ、声がするね。何何？ですね、その実は悟空くんがその力の特別な力で助っ人を呼んだんです。そうなんじゃいです。悟空の持つ力でございます。ですので決してルール違反なのではなく。まあ面白いからいいよ。終わったら悟空にどんな力なのか教えてもらおうね。ねえ、危なかった。タイムパトローラーが宇宙を消滅させたなんて笑い話にもならないわ。よくうまいこと言い訳させんとな。あやつにできるかのう。ここで第11宇宙が勝ってくれないと回収できるエネルギーが減っちゃうな。そうだ、決勝はまだ2つも残ってるからここでもう1個くらい使っても大丈夫だよね。誰にしようかな。よし、君にしよう。貴様、何をする気だ。君には寝返ってもらうよ、ベジータ。俺は貴様なんぞのためには戦わんぞ。ああ、誇りのためだって。
正しい歴史ではそうかもね。だけど今は関係ないよ。さったれ、ベジータどうしちまったんだ。またややこしいマリオスだ。もしやこのままじゃ。よくも父さんを許さないぞ、ヒュー。よーし、これでまだ逃走できそうよ。この後はよくないくせ。正気に戻ってください、父さん。俺は正気だ、トランクス。そこをどけ。女王も誇りも必要ない。生き残りは俺一人で十分だ。違う、本来の父さんならそんなことは言わないはずだ。やまれ。貴様に一体何がわかる。俺は知っている。たとえ時代や世界が違っても、俺の父さんは誇り高きサイヤ人の戦士だ。うん、話が通じないようだな。実力でぶっ飛ばしてやる。望むところだ。キューは第11宇宙の戦士だって名乗ってるのね。そうそう、ディスコの代わりに出場したって嘘ついてたのね。うんうん、でも面白いからそのままにしてるのね。そうなんですね。さすが帝王様じゃな、気づいておられたとは。しかしヒューのやつ最初から成り代わっとったのか。一体どうやったんだ。本当そんな直接っていうかキスよ。やっぱり愛情の話にはできないわ。早いとこで自宅の助手に戻してヒューをやっつけろよ。まだ終わしねえ。こんなもので操られるとはな。腐ったれ。俺も一緒に戦います。下がってろトランクス。こいつの相手は俺だ。己のプライド一つ守れ負け犬が。
この俺にエネルギーを与えたのは間違いだったな。全てを捨てた今の貴様になんて俺は負けない。俺は全てを背負い貴様を倒す。破壊、これが俺の誇りだ。本来の歴史に戻ったようにな。そうね、大幅な改変は防げたはず。あとはヒュー本人をやっつけるだけよ。僕の奴は次元と戦ったものをくれぐれも邪魔せんようにな。さあ、あの二人の決着がつく前に肩をつけちゃいなさい。間違ってもあなたたちが僕の国に次元を倒しちゃダメだからね。やっぱり強いね。さすがタイムパトローラー。でももうちょっと実験してたいんだけど。ダメ？ダメに決まってるでしょ。鍛錬しなさい、ユン。それにしても極悪化を自力で解くなんてすごいな。意志の強さはなかなか覆せないものなんだね。じゃあ次はもっと根底から変えた方がいいのかな。面白くなってきた。クソ、逃げられたか。追いましょう。二人ともちょっとストップ。気が気をつけたよ。時の裂け目がまた発生したわ。あれ、ちょっと待てよ。この反応してる場所って、その空間の中では時の裂け目の中に時の裂け目があるの。何が起きてるのかまだ分からないけど、やることは同じよ。その時の裂け目もきっとフューの仕業よ。改変を防いであいつの計画をぶち壊してちょうだい。いやあ、よく来てくれたね。ヒュー、今度は何をするつもりなんだ。ここはもともとちょっと面白い時の裂け目なんだ。ほら、本来いるはずの悟空くんもいないでしょ。さあ、もっと面白くしてみようか。力を持ってるからね。ちょっと引き出してみるよ。さっきの時の裂け目では結局君たちに負けちゃったからね。今度はもっと根底から変えてみたんだ。一体どれだけのエネルギーが生まれるかな。楽しみだよ。助っ人を頼んだ覚えはないなどと言ってる場合ではなさそうだ。事情は知らんが協力してくれ。一気に片付けるぞ。
ねえ、それ。ラックス、ここって本当に悟空くんたちはいないの？戦ってるとこ悪いけど、火を探ってみてくれないかしら。やってみます。少し待ってください。これは。どうしたの？いえ、悟空さんたちはいないようです。やはり歴史が違うらしいですね。きっと気のせいだな。でも何か懐かしい感じが。倒しても倒してもキリがない。このままだと押し切られるぞ。どうしたもんかの。せめてあと一人くらい助っ人がおればいいんじゃが。誰か来ます。この木は悟空さんなのか。おい、ぼーっとするな。そっちへ行ったぞ。驚いてくれたみたいだね。ヒュ、これは一体どういうことなんだ。普通とは違う時の裂け目だって言ったでしょ。ここは君がいた時代、あの未来の世界の地獄なんだよトランクス。まあ厳密には君が元いた世界そのものじゃなくて、そのコピーみたいなものだけどね。正しい歴史じゃないからさ。でも面白いことには変わりないでしょ。数が良いな。本体みたいなものはないのか。本体、なるほどな。なら多分あれだ。さっきの増殖は奴によって引き起こされていた。よし、行くぞみんな。
トランクス、そこは時の裂け目よ。誰と出会っても何をしても実際の歴史に影響はないわ。だけどあなたの心に何の影響も起きないわけじゃない。もしもタイムパトローラーにふさわしい人に迷いが生まれるならすぐに戻ってきなさい。いいわ。もう踏ん切りはつきました。今はできる限り戦力が必要な状況です。ここで逃げるわけにはいきません。俺にやらせてください、敵の海王神様。わかったわ。言ったからには絶対勝ちなさいよ、トランクス。はい。もしかして向こう側から入ってこようとしてる？おう、さっきは助かったぞ。うわ、なんだこりゃ。ここ地獄か？父さん、あれ？ご飯？いや、そうか、おめえは。あ、おめえらあいつと戦ってんだな。よし、父さん、その姿は。話は後だ。一気に決めんぞ。おめえも手伝ってくれ。行けっか。行けます。ここは任せてくれ。オラたちの宇宙を救ってくれた俺だ。
君たちは本当に素晴らしいね。想像以上だよ。おかげで今回の実験は大成功だ。どうして開閉はしていたはずなのに。逆だよ。君たちが邪念場を倒してくれたおかげで完成したのさ。なんといってもここは本来邪念場が現れなかった世界だからね。嘘でしょ。まさかあれって他の世界から連れてきた邪念場。その通り。さあほら見てごらんよ。一体どれだけのエネルギーが手に入るかな。それじゃあ僕の目的は達成されたからね。バイバーイ。こら待ちなさい。早く追いかけるのよ二人とも。逃がさないぞ。フィン。コンタクトの皆さん、